その椅子の中には人が隠れてる。座られて人肌感じる喜びひた果てた。ある日椅子は夫人の屋敷に引き取られ、椅子に座って手紙読む夫人。手紙の主は夫人に恋する椅子の中の男。でもそれはフィクション、男の創作話で、それも疑わしい。今回のお話は江戸川乱歩人間椅子。刺激が欲しい夫は別人に化けて、たびたび妻の寝室に訪れ惑わせた。妻は夫が化けた別人の虜に、あれ夫は自分嫉妬しつつ、妻への新鮮な愛芽生えやめられなくなった。別人として再婚、二人暮らし始めた。女盗賊黒と影が盗むのは宝石と美男美女恐怖美術館に飾る。展示ありライブありアトラクションも、名探偵明智小五郎が追う。人間キスに自ら潜むトリック裏を書く。明智の腕の中抱かれた黒と影、まさかのキスシーン。お話は江戸川乱歩黒トカゲ。